部活、まだ行かなくて平気？うん。目の上の、また練習で？うん。無理してないの？うん。私、バレーしかできないから。してなくて平気？多分、バイトかなんかだと思う。そろそろ行かなきゃ。志保、平気？その…うん。はい。今日はちょっと体調が悪くて、すいません。じゃあまた。今の高牧じゃね？ああ、鴨志田と付き合ってるって噂の。それ本当な？一緒に車に乗ってたらしいぜ。なんか高牧ってさ、軽そうじゃね？俺でも行けるかな。鴨志田の女はまずいっしょ。何？ごめん、邪魔だよね。ごめん、ぼーっとしてて。見ない顔だね。もしかして D 組の転入生？あの、余計なお世話かもしれないけど、噂気にしない方がいいよ。同じ話をしたことあるから。私の親友もね、見た目だけでいろいろ誤解されてる子でね。あ、ごめん、いきなりベラベラと。私、そろそろ部活だから。またね。くそ、どうなってやがんだ。そう見えるか？どいつもこいつも三島みてえなこと言いやがって。絶対鴨志田になんか言われてんだ。こうなりゃ野郎に直談判するしかねえかな。んなの分かってっけどよ。マジなんとかなんねえのか？こんなんで泣き寝入りなんてごめんだぜ。なんか思いつかねえ？バレねえようにできりゃいいけどよ。もしバレたらマジ終わりだろ。他になんかねえかよ。それ城のことまで話せってか？絶対信じてもらえねえよ。他になんかねえの？どうするよ。城主ってあっちの鴨志田か？その発想はなかったけど、それ意味あ？やっと見つけたぞ。なんか言ったか？我が輩に仕事させておいて、ただで逃げようなんて思うなよ。その声、モルガナ？こないだは勝手に帰りやがって。
猫が喋ってる。猫じゃねえ。こっちに来たらこうなったんだ。見つけんのに苦労したぜ。お前こっち来れんのかよ。まさかスマホ持ち。我が輩くらいになると自力さ。抜け道かなり迷ったけどな。つかなんで猫で喋れんだよ。知るか。お前も聞こえてっか。ボケねえでいいから。お前ら手こずってるみたいだな。証人がなんとかって言ってたやつ。うるせんだよ。鴨志田をなんとかする方法教えてやらんでもないけどね。さっきお前なかなかいい線ついてたぜ。その腹立つ上から目線モルガナだわ。今確信したわ。まだ疑ってたのかよ。バカ、声がでけえよ。この忙しいのに猫探しかよ。今この辺で鳴き声しましたよね。隙間とかもよく探せよ。鳴き声、まさか俺ら以外には言葉に聞こえてねえのか。そうらしいぜ。どうなってやがんだ。てかさっきの話本当だろうな。バカのくせに疑り深いやつだな。聞かせてもらうぜ。つってもここはまずいよな。とりあえずカバンに入れとけ。新生紙入るんじゃね。おいてめえ、その扱い。手荒に扱うんじゃねえって。いいから。鴨志田をなんとかできる方法お前知ってるっつったよな。さっきそいつも言ってたことだ。城の方から攻めるんだよ。どういうことだ。あの城は鴨志田が見てるこの学校だ。城の出来事に本人は気がついてないが心の奥ではつながってるのさ。だからもしも城が消えちまえば当然本人にも影響が出ることになる。どうなるんだ。あの城、つまりパレスは歪んだ欲望そのものだ。そいつが消えるってことは、その通り。お前やはり筋がいいな。マジか。いいやつになっちゃうってのか。けどそれ追い詰めることになんのか。パレスを消すってのは要は改心させるってことだけど、歪んだ欲望が消えたからって犯した罪はなくならない。それに耐えられなくなって鴨志田は自分から罪を告白しちまうはずだ。マジか。そんなことできんのかよ。しかもパレスが消える以上そこで我が輩たちのしたことも忘れちまう。足もつかず鴨志田を自滅させられる。すげえよ。すげえ猫だお前。猫じゃねえけどな。でどうやったら消せんだよ。パレスのお宝を盗む。盗む？この先はやると決まってからだ。何しろとっておきの秘策だからな。こっちの手伝いもするなら教えてやる。どうする？証人探しも積んでる感じだし、言う通りにするしかなくね。よし。あ、そうだ、これ言っとかないとな。パレスを消せば歪んだ欲望は間違いなく消えるだろう。けど欲望そのものは生きる上で必要なもんだ。寝たい、食べたい、恋したいとかな。何が言いてんだ。もしも歪んだ欲だけじゃなく欲望全部が消えたら、そりゃ廃人と一緒だ。保護でもされなきゃ死んじまうこともありうる。だから。死んじまうだと。話を最後まで聞けよ。それ俺たちの仕業になるのか。
それくらいの覚悟できてんだろ。お前どう思うよ。マジ？なんだよ、ここに来てめんどくせえな。別にバレっこねえって。そういう問題じゃねえんだよ。バレなきゃ何してもいいってんじゃん。鴨志田のクソがやってることと同じだろ。他に鴨志田をやる方法はないんじゃねえか。また来るぜ。それまでに決めといてくれ。ぬか喜びかよ。そ、別の方法ねえか考えてみるわ。今日は解散すっか。いい加減にしてもらえません？本当に体調が悪いって。ちょっとそれ先生、話が違う。司法のことと話別じゃないですか。司法のスタメン。もしかして聞いてた？趣味悪くない？ごめんなさい。聞いてたってどこまで？しよう。別に何でもないから。何でも。ついてこないで。ほっといてってば。なんであなたに心配されなきゃいけないの。何よ、意味わかんない。話すことなんかないんだけど。ちょっと揉めてるだけだし。噂くらい知ってるよね。鴨志田先生とのこと、私とできてるってみんな言ってるけど、あんなやつとそんなわけ、うん、鴨志田から電話かかってきたの。番号を教えろって言われてもごまかしてきたのに。これから鴨志田の部屋に来いってさ。つまりそういうこと。断ったら私の友達志保をレギュラーから外すって。志保のためだって言い聞かせてきたけど、これ以上はもう無理。あんなやつの言いなりとかもう無理だよ。けど大事な友達なの。だって私には志保だけしかいないから。私
どうしたらいい？ごめん、わかんないよね、こんな話。何言ってんだろう。ほとんど話したことないのに。え？変な人だね。みんな私なんて仕方なのに。あんたって本当に悪いやつ？噂の通りとは思えないんだけど。何それ。なんとなく思ってたんだ。噂、大げさすぎるって。どことなく寂しそうっていうか、居場所がない感じっていうの。私と同じだったからこんなこと話しちゃったのかも。私じゃ志保の力になれないのかな。あいつの気が変わってくんないかな。私の記憶とか、あと気持ちとか、そういうの全部なくなっちゃえば。そんな都合のいいこと起こるわけないよね。マジレスやめてよ。でもちょっとすっきりした。帰るね。今の話誰にも言わないでよ。鴨志田を説得する方法考えてみるから。じゃあ、ありがとね。鈴井、帰るの？何？鴨志田先生が呼んでる。体育教官室だって。先生、なんて？知らない。伝えたから。こんな時間までどこをほつき歩いてた。警察の世話にでもなってみろ。それこそ終わりだからな。まさかとは思うが、妙な奴とつるんでないだろうな。そりゃ水教な奴がいたもんだ。作るにしても相手は選べよ。人生台無しにされたくなきゃな。もうこんな時間かよ。ったく、待たされる身にもなりやがれってんだ。おい、俺はもう上がるからな。それと釘刺しておくが、あんまり遅くなるな。上がったな。権分立は知ってるな。立法権の国会、行政権の内閣、司法権の裁判所、
権力が集中してしまうと誰も止められないから、権力を分散させ互いに監視抑制する仕組みだ。覚悟は決めたのか？他の方法なんて考えてもねえから、我が輩の言うこと聞いとけって。あ、猫の鳴き声しなかったか？近頃噂になってる猫がその辺にいるのか？ほら静かにしろ、大事なとこの途中だぞ。本人見てんだけどな。おい、あれ、こら授業中だぞ。あれ飛び降りるんじゃ？何あれ、シオ、マジ、こら座ってろ、出て行くな。鈴井、鈴井ちゃん、鈴井ちゃんと行こうよ。どうなってんだ？俺らも中庭に行こうぜ。いや、こっちはダメだ。なんだよ、どいてくれ、どうしてくれって。授業中だぞ。しよう、こいつらクソだな。誰か付き添いを。教職員の方いらっしゃいませんか？私は担任ではありませんから。こういうのは校長が。行きます、早く。どうして、ごめん、私もう無理。しよう、鴨志田、三島、なんか変じゃね？今度こそ吐かせてやる。一旦教室に戻るんだ。他の生徒もまだ返さないでください、先生方。痛いって。なんで逃げたんだよ、逃げてないし、飛び降りてんだぞ。やめてくれよ。そうだよ、別にお前締めようってんじゃねえ、チクったとかも言わねえから。鈴井は、鈴井は鴨志田先生の呼び出し受けてた。なんだそれ。教官室に俺何回か鴨志田先生に呼ばれてたから、
俺や鈴井だけじゃない、他の部員も。先生、機嫌が悪いとご指名で殴るんだ。やっぱ体罰マジだったわけか。でも鈴井、昨日特にヘマしたとかじゃないのに急に呼び出されてて、鴨志田先生すごくイライラしてたから、きっといつもよりひどいこと。まさか、あの野郎。あ、坂本、2階の体育教官室だよ。体育教官室に入っていったぞ。急いで追いかけよう。あの子に何しやがった。なんだいきなり。しらばっくれんな。いい加減にしろ。あれが指導なもんかよ。なんだと。俺はここに鈴井を呼べって命令されてたんだ。きっとここだ。鈴井は証拠もないことをペラペラと。要はレギュラーになれない当てつけだろ。そんなんじゃ。百歩譲ってお前の想像通りだとして何がどうなるんだ。たった今病院から連絡が入った。意識不明で回復は絶望的。そんなやつが何を訴えるって。もう回復の見込みはないってよ。そうに。嘘だ。てめえ。またそれかよ。ならもう一度正当防衛が必要だな。うっせんだよクソが。なんで止めんだよ。ほほう、お前が止めるのか。驚いたな。遠慮しないでやるよ。あ、そうか、やれないか。まあそうだよな。ここにいる全員退学だ。次の理事会で吊るしてやる。そんなこと簡単に決められるわけ。こんなクズどもの言うことを誰が本気で取り合うか。三島、一緒に脅迫してきたお前も同罪だからな。才能もないのに部に置いといた理由分かってなかったとはな。それに一緒に被害者面してるけど前歴のことバラしたのお前だろ。ネットに書き込みしたんだよな。ひどい話だよ三島。言われて仕方なく。さあもういいだろう。退学だ退学。お前らの将来俺に奪われて終わりってわけ。分かったらとっとと出てけ。こんなやつのせいで。お前、そうか、あれか。はあ、頭どうかしたか。クズの言うことはよくわからんが、やれるもんならやってみろ。処分を待つしかないだろうがな。もたもたしてらんねえぞ。さっさとあの世界行ってあのクソ野郎をぶっ飛ばさねえと。ぶっ飛ばすんじゃなくて歪んだ欲望を奪うんだよ。覚悟はできたってことでいいんだよな。例の廃人になるかもってやつ。俺はできた。あいつのせいで人が死にかけたんだ。もうどうなのか知ったこっちゃねえ。
お前は？ならいい。そういやさ、パレスを消滅ってやっぱ大変なのか？試したことあるんだろ？いつそんなこと言った？は？は？知ったかぶりかよ！大学って本当？噂になってる。またか、鴨志田の野郎。んなこと言いに来たのかよ。鴨志田やるなら私も混ぜてよ。志保があんな風にされたのに何もできないなんて嫌だよ。お前には関係ねえ、首突っ込むな。関係なくない、志保は私の。邪魔すんなって言ってんだ。容赦ないな。あんなとこに連れてけるかよ。思い詰めなきゃいいけどな、いざってなると女の方が大胆だったりするもんだ。さっさと鴨志田やりゃ済む話だ。今から行こうぜ。こっからは向こうに入った途端に怪盗扱いだからな、気合い入れてけよ。あ、怪盗？密かに入り込み華麗にお宝を盗み出す、まさに怪盗じゃねえか。なんかかっこいいな。しかも鴨志田の名前と学校と城だっけ、音声入力で謎の異世界に。どんな仕組みだこれ、誰かが作ったんか。少し気味悪い気もするが役に立ちそうだしいいか。鴨志田の野郎見てやがれ。行くぜ。やっぱなんかするつもりだ。スマホが関係あんの？名前と学校と。よし、一暴れするとしますか。何これ。さ、高巻、その声坂本と、もしかして。なんでいいんだよ。知らないよ。何？ねえ、ここどこなのよ。学校なんでしょ。なるほどな、ナビってやつに巻き込まれたんじゃないか。一人が使えば一緒に入れるなら、使ったやつの周りも巻き込むってことだろ。マジか。てか、鴨志田に関係あんだよね。とにかく出てけって。やだ。騒ぐとシャドウに見つかるぜ。嘘、喋った、化け猫。バッケー。てか、説明しなさいよ。それまで帰んないからね。無理にでも追い返すしかねえ。つってもどうすりゃいいんだ。入った場所へ戻るじゃねえの。前そうだったろ。そっか、なら手貸してくれよ。なに。全部終わったら話すから。ちょ、どこ触ってんの。お、ごめん、じゃなくて。あんたらマジで。今度からナビ使うときは気ぃつけねえと。使う道具のことは確かめとけよ。なんで見てただけの我が輩の方が詳しいんだよ。うせえ。つか、出鼻から高巻に知られちまったよ。さっさと片付けるしかねえぞ。彼女高巻アンって言うんだろ。
アン殿か。シャドウどもに気づかれてるぜ。気合い入れてけよ。頼りにしてるぜ、ジョーカー。ジョーカー？あだ名か？ダッセイ言い方するな。コードネームだ。本名で呼び合う怪盗なんて間抜けだろ。我が輩嫌だ。それにパレスで名前を大声で呼び合ってたらどんな影響が出るかわからねえし、念のためだ。つうか、なんでこいつがジョーカーなんだ？戦力的に切り札だからな。決定だな。次にリュウジ、お前はそうだな、ヤンキーだ。喧嘩売ってんのか、自分で決めるわ。俺っつったらこのドクロマスクだろ。いや正直嫌いじゃねえよ。これドクロって英語でなんつんだ？聞くのかよ。スカルじゃないか。お、いいんじゃね。俺スカルな。何がいいよ、こいつのコードネーム。モナでどうだ？まあ、ジョーカーもそれで呼びやすいなら納得してやる。よし、我がハイラはたった今からジョーカー、スカル、モナだ。今後はコードネームを徹底するぞ。よっしゃ、お宝ってやつを取りに行くか。ダッシュで行こうぜ。